株式会社森田は、水田市春水町3丁目に本社を置く、歯科医量の総合商社である。歯科材料、大型機械、情報機器の卸し販売では56.4%のシェアを持つ。創業者の森田淳一が1916年年、リターン社のトライデントユニットをモデルに、初の本格的国産第一号となる、JM ユニット A 型を完成させる。 九百七十二年、森田グループの社名表示をカタカナの森田に解消し、九百七十七年、大阪森田本社を水田市に新築移転。九百九十二年に東西森田が合併し、現在に至る。八百八十三年一月、滋賀県の地方役人の家に生まれる。慶応義塾に進学するも、順一が十八歳の頃、講演者と実母が、 相次いで亡くなったため、弁学の道を断念し、京都の大沢商会に入社する。貿易省の大沢商会では、手広く海外と取引しており、順一は高級時計や自転車、蓄音機など多様な輸入販売事業の発展に力を尽きする。その折、外国の仕掛機械、材料の輸入販売に着目した順一は、大沢商会の常務を兼務しながら、 森田歯科商店を創業する。かつては、チェアに座った患者さんが上半身を起こした状態で、視界が立ったまま斜め前から覗き込んで診療することが当たり前でした。しかし1963年、ドクター・ビーチと共に開発した、患者を水平に寝かせ、術者は頭部後方に座って治療をするという革新的な診療装置、スペースラインを、 第104回米国歯科医師会年次大会併設デンタル賞へ出品。当時、世界最高レベルの歯科診療を誇っていた米国歯科医療界は水平医診療コンセプトそのものが時期尚早であり、その傾向は国内でも同様だった。規制概念を覆すため、ドクター・ビーチと多くの医師とキャラバン隊を組んでの有料実践セミナーを1965年11月から 日本全国で展開し、やがて海外でも実施された結果、世界の多くの司会士やディーラーから受け入れられる。森田が運営する有料会員組織、森田タ友の会のマスコットキャラクター。モチーフは歯が丈夫なビーバー。妹の名前はビバティちゃん。会員向けの提供品に登場し、これまでビバリー君シール、ビバリー君ボールペン、ビバリー君ストラップ。 ビバリーくん絵本、おしゃべりビバリーくん、ビバリーくんパペットなどがある。また、2014年近畿デンタルショーの森田ブースで、着ぐるみビバリーくんも登場し、ライオンちゃんとの共演も果たす。公式サイトでは、ビバリーくんのフリーイラスト素材集をダウンロードできる、サービスも提供。なお、現在のビバリーくんは2代目で、初代は、よりビーバーに近いフォルムのキャラクターであった。 経済的な理由で修学が困難な学生に対して、経済支援を行うことで、より有能な人材を育成し、科医学技術を向上させることを目的に設立。対象資格は、日本国民であって大学、または大学院に在学し、学業、人物ともに優秀かつ健康であって、学士の資弁が困難と認められるものとされている。給付奨学金は、大学生、 大学院生ともに、年額36万円。詳細は、ホームページ参照。ABCDE、深部式会社森田第73期決算広告採用ページより第1回、森田歯科商店の創業と、シオ音の精神日本歯科評論2015年4月号、第3回スペースライン物語日本歯科評論2015年6月号、 第3回スペースライン物語日本史家評論2015年6月号森田創業100周年 HP 廃者さんへ移行 Facebook 日本史家新聞2015年4月7日付記事参照近畿デンタルショー Facebook ビバリー君のフリー素材集森田友の買いマスコットニュー、ビバリー君のご案内公益財団法人森田小学育英会 HP ありがとうございます